どうやって山させようか。あー、ウィット、これのせいかな。無視。じゃあ、真面目。盛り上がってるとこ悪いが、うるさいからあっちでやってくれ。もう、悪い悪い。よし、これで平穏は守られた。今日は放課後に用事もある。しっかりと寝て英気を養わなくては。それで、主人公くんはどんな女の子が好みなんですか？突然ですね。そんなことないっすよ。今はオペレーション会議中なんですから。主人公くんの好みは作戦を考える上で最も重要な要素っすよ。もうさっきの感動話からこの落差よ。放課後、メイ先輩と共に昨日と同じファミレスにやってきた。作戦会議するっすーと無理やり連れ出された時は何かと思ったが、その設定続けるつもりだったのか。いきなり好みって言われてもな。じゃあ好きなキャラクターとかでいいっす。アドフェスのキャラとか。アドフェス？はあ、知らないんすか。アイドルバンドフェスティバル、略してアドフェス。なんだろう、バンドリとラブライブが混ざってそうな。あとアイマスもか。大人気リズムゲームアプリっすよ。廃校の危機に瀕した学校で教授たちがバンドを組んで立ち上がり、トップアイドルを目指す物語っす。ただ俺バンドリーとかわかんないんだよな。うん、アイマスも全然知らないし。総勢331人のキャラが登場するんで、一人くらい好みのキャラクターがいると思ったんすけど。それだけ人数いるなら、そもそも廃校にならないのでは。うん、知らないならもういいっす。うちが適当にピックアップするっす。そうっすね。例えば、王道、黒髪ロングの癒し系、正統派ヒロイン。私だけを見て、ヤンデレヒロイン。別に、あんたのことなんか、ツンデレヒロイン。はわわ、ごめんなさい。ドジッコヒロイン。とまあ、こんな感じですかね。主人公くんはどのタイプが好みですか？むしろヒロインになりたい。なるほど、なるほど。はい？今、なんて言ったっすか？むしろ、ヒロインになってみたいって言いました。主人公くん？心は女の子だったんすか？喜ばれちゃった。なんでちょっと嬉しそうなんですか？ジョークですって。ふーん、なんだ。冗談すか？まあ、面白そうなので。なってみたいってのは、あながち嘘でもないです。生まれ変わってなってみるならって感じですかね。これ生まれ変わって転生サブルート行っちゃいそう。興味本位っすか。でも主人公くん、気をつけた方がいいっすよ。確かに勘違いされそうな発言でしたね。それはそうなんですけど、このゲームのことだからそういうルートに入っちゃうっすよってことか。メイ先輩は慎重に言葉を選ぶためか、一呼吸を置いてから続けた。主人公くんは主人公なんすよ。だからこの世界に対する影響力は誰よりも強いはずっす。主人公くんの発言一つで妙なことになることもあったりなかったりするかもしれないっす。メイ先輩の言葉は後半になっていくにつれて自信なさげになっていった。それもそうだろう。俺の言葉なんかで世界が変わるなんざ突飛な話だ。いや、何を言ってるんすか。話半分に聞き流し、結局その後は取り留めのない話をした。お会計全部で 27,589円になります。どんだけ食ってんの。またこの前よりも高いだと。こいつまた財布持ってきてないな。主人公くん、あとは任せだす。ここ数日、実りのない話のために諭吉が5枚いなくなった。ちゃんと返せよ、名先輩。いや、さっきの鉛筆ルートだとね、だいぶ時が経っちゃったけども。うん。で、今度は12日から？あ、翌日だ。俺はパンを、むしろ、パンツを片手に通学路を歩いていた。朝遅れそうになり、朝食を持って家を出たが、走るほど必死になる柄でもない。したがって、食べながら歩いているのだ。そもそも朝食を食べながら登校すること自体かなり珍しい。俺にしては大変急いでいるとも言える。時間を見ようとパンを加えてスマホを取り出した。その瞬間、誰とぶつかった？
石かーで、石のサブストーリーだろ。石がこんにちはって言い出すんだろ。石につまずいた。軽くよろめいた。その時、イフ何か横からぶつかってきて、俺は尻餅をついた。パンを加えていたため、変なうめき声が漏れてしまう。おう、ごめん。やけに流暢な発音の心地よい男の声とともに、目の前に手が差し伸べられた。パンを利き手と逆の手で持ち、飲まされた手に視線が向かう。あ、いや、俺も悪かったよ。よそ見してた。謝罪しながら手を取り、相手の顔を見る。人の良さそうな感じのイケメンだ。何より目を引くのはその髪の色だろう。特徴的なブロンドだ。特徴的なブロンドだ。俺か？いやでも長さが違うな。年齢は俺と同じくらいだろうか。制服が違うため他校の生徒とのようだ。じゃあ俺急ぐから。そう言って金髪の高青年は走り去っていった。またサブストーリー入っちゃったかな。何か嫌な予感する。俺もメインストーリー進めたいのに、サブストーリー、まあサブストーリーはそれはそれで面白いからいいんだけども動画のパート数どんどん伸びていくぞ。しかしそれはサボる理由にはならず、しぶしぶ学校へ向かうことにした。突然だが、今日からこのクラスに生徒が一人増える。おう、ごめんとかめっちゃ流暢で言う転校生だ。お父さんがキャナダ出身で、数ヶ月前に日本に帰ってきたらしい。不慣れなことも多いだろうから助けてあげるように。ミグシはジョージです、よろしく。そう言って現れたのは朝ぶつかった金髪の彼だった。マジか、なんてベタな。ホームルーム一限と終わって、三越場の周りにできる人だかりとは対照的に俺は廊下に出た。何かとんでもない間違いに巻き込まれつつある気がしたからだ。はあ、確かに俺はヒロインになってみたいとあのファミレスで言った。だからか、そうだよな、パン加えて走ってるのって大体ヒロイン側だもんな。しかし冗談だったし、生まれ変わってなってみるならみたいなニュアンスで言ったつもりだ。いや、そもそもあの発言が影響していると考えること自体どうかしてる。非現実的だ。そんなことを考えていると、あれ、モーニーの三越場が教室から出てきた。やっと知り合いを見つけたといった表情だ。いやいや、ほぼ初対面だろ。教室の面々とどっこいどっこいで差し支えないはずだ。ああ、朝は迷惑かけた。いや、俺も急いでたから。やっぱ小さいがね。日本に来たのは数ヶ月前だと言っていたし、言葉の雰囲気からの冗談の類だろう。こちらが何やら身構えているのを察して気を利かせてくれたのかもしれない。オプス、人間目が始まってしまう。じゃあ俺は授業前にウォータークローゼットに行くから。日本人離れしたオプスの発音を残して彼は去っていった。普通にいいやつなんだよな。人間は体育か、吹けるか。そう決めると俺は保健室へ向かった。でいるんでしょ。好都合なことに保健の先生は席を外しているようだ。はあ。ベッドに横になるとすぐに眠気がやってきた。今日は変なことが多すぎるからな。今日どころじゃないぞ、毎日変なことしか起きないぞこのゲーム。しっかりしろ転校生。ノー、いや本当に怪我とかしてないんだって。いやそんなことない、俺の剛速球を頭に受けたんだ。ゴシャって音がしたのかな。ひとまずここに入れてろ、今先生を呼んでくる。今日はドッジボール。誰か頭にボールでも当たったかと思うが早いか、誰かが俺のベッドに落とされた。あれか、うおー転校生、とりあえず寝てろ、ボンって投げてドスって落ちてきたんだな。ふーん、幸い押しつぶされてはいなかったが、
驚きと嫌な予感で背中に妙な汗が流れる。待てな。そう言いながら布団をめくり、素直にベッドに入ってきた生徒は、あれ？今一方的に逃げたい相手、端正な顔をした転校生だった。入る前に気づけよ。え？なんでここに？サボリ？んなことより離れ、隠れてくれ。あれか、布団かぶせて中でもごもごみたいな、おい大丈夫か、いや何でもないですよって感じで、あの主人公この胸のあたりとか、あのもしくはね下のあたりでもごもごってしちゃって、あって、お転校生どうしたんだ、いや何でもないですって、っていうよくあるトラブルとか、ああいう系でよくあるラッキースケベというか展開があるんだろう。ただこれ男と男だぞ。扉が開く音がした刹那、見越しは俺に布団をかぶせてきた。なぜ隠すとは思ったが、サボっているのだから本来なら都合がいい、本来なら。だが現在俺の顔はちょうど三越場の背中側ウエストにあたり、行き場をなくしたその手はそのウエストに添えられている状態だ。柔軟剤か、妙にいい香りが布団の中に広がる。正直見つかった時には勘違いされても文句は言えない。断固抗議する心構えではあるが。転校初日から大変だったね、大丈夫？布団の外で声が聞こえる。おそらく保健の先生だ。いや、実はボケと合わせてまだクロクロしますね。ちゃんと横になりますね。ま、そんな予想はなかったが。ああ、そういえば、連れてきてくれた生徒が先生探しに出てちゃいました。まだニアにいると思います。いてあげてください。あら、そうなの？じゃあ、ちょっと行ってくるわね。ほら。今のうち。実のところ常習犯なので見つかってもそれほど痛手ではないのだが、人が来る以上隣のベッドにいることもできないだろう。何よりこのまま三越場といるのが俺が気まずい。すまん。逃げるように保健室を後にした。やっと学校が終わった。今日は変なことがあったし、保健室では逆に疲れるし、まっすぐ帰ろ。そう思い歩き出してから数歩。みんなと、慣れ慣れしいぞいきなり。後ろから元気に名前を呼ばれる。いやいや発音が変だが、なまりだろう。多分カナダの。なんで名前知ってるんだ？転校生だし、クラスメイトの名前を覚える努力くらいするって。それに授業中あんなに寝てたら嫌でも目立つよ。グーの音も出ないほど正論だ。正確にはグの音は出したが。保健室で迷惑もかけちゃったしな、ごめん。グー。できれば思い出したくなかったが、こう素直に謝られると強くは出られない。まあいいや、何の用だ。用ってほどのことじゃないけど、一緒に帰ろうかなと。どうやらすでに友達と認定されたようだ。いいやつだし、普段なら全く構わないのだが。ああ、うん、今日は用事が。後ずさりしたその時、何かにつまずいた。それであれか、危ないって言ってこうやって抱きかかえられちゃう感じかな。危ない。みこしばの右手が俺の背中に回される形で転倒から救われるな。あ、近い。それ以外の感想が出てこない。ドゥンクしちゃう。ありがとう、もう大丈夫だって。こうあの顔を背けながら言うんだろうな。なぜか照れってしちゃうんだろうね。どういたしまして。話してもらい、足元につまずきそうなものがないことを確認した。今日はちょっと用事があるから一緒に帰れない、ごめん。簡潔に要件を伝え、明日も会うことになるだろうし、またその時に話そう。ああ、パー。三越場は嬉しそうだ。それを見た後、足元に気をつけながら帰った。また抱きかかえられちゃうからな。帰り道、おそらく三越場も同じ方向だったはずだ。登校時にぶつかっていることからほぼ間違いない。それでもあの後、後ろに彼を見ることはなかった。もしくはあれかな、未来なんか
ちょっとホームステイの子がみたいな感じで、もしくはお母さん再婚することになったって言って連れ子であいつとか、もしくは隣の家に住んじゃうとか。また気を使ってくれたんだろう。そう、彼は本当にいいやつだ。見た感じ、俺に対する下心などは感じない。少なくとも現時点では。とすれば、意味不明な理由で彼を避けるのは失礼だ。俺自身、理由さえなければ避ける必要はない。ならば、俺が何とかすべき相手は。またか。俺はパンを、むしろパンツを片手に通学路を歩いていた。曲がり角に差し掛かる10メートルほど前で数秒待つ。ああ、ネーム。目をこすりながら、曲がり角からみこしばが出てくる。夜更かしか。ゆっくり歩いて近づきながら声をかける。足元を見ると石ころが転がっているスタッフが用意したのかな。さりげなく炭に蹴り飛ばしておいた。おう、みんなと、グッドモーニング。おう。言葉の途中でみこしばが何かにつまずいたように傾く。ああ、何かあるだろうなぁとは思ったぞ。俺は落ち着いて一歩引く。アップなカウンター。ごめんな、ぶつかるとこだった。むしろ今度は港が抱きかかえてやんなきゃ。みこしばはもう片方の足を前に出して転倒を防いだようだ。こちらこそ悪い、助けに行けなかった。俺が支えるとより悪くなると思って。はぁ、いやいや、それ悪くないでしょう。みこしばはにこやかな表情を浮かべている。やっぱりいいやつだ。そう、こいつは何一つ悪くない。悪いものがいるとすれば、それは運命というか、神というか、開発者というか、とにかくそういう何かだ。ほんとね、作者の悪ふざけだからな。全編そうだけどね。いい意味で。なんとなく上にいる気がしたので。モニターの外の作者が見られてるぞ。もしくはこの選択肢を選んでしまった俺が見られてるのか。上を向いて小さくつぶやく。聞こえてるか。ファミレスの発言は冗談だ。勘違いしておかしくしている何かにはきっちりメッセージを伝えていこうと思う。何してんの。あ、今度全部話すよ。苦笑いして自分のやった奇妙な行為をごまかす。作者聞いてるかって。今はやれることをやろう。みこしば、友達になろう。俺の発言や行動で変わることもどうやらあるらしいから。お、なんだ、え今一瞬ね、エンディングのあれかなと思ったけど、ちょっとね、レイアウトが違うし、なんなら反転文字になってたし、なんだと思ったら。数年後、俺とみこしばは同じ大学に通うことになる。飛んだね。みこしばには可愛い彼女ができた。未来じゃないよね。昔の偉い誰かが、真の友は最も得難いと言ったらしいが、それは本当にその通りだと思う。うん。はい。で、エンディングでしょ？ほらね。はい、はい、スキップするよ。はい、はい。はい、5個目のサブルート。はい、はい。じゃあ、ファミレスでの先輩との、選択肢に戻りましょう。はい、続きから。はい。